こんにちは。今回も始まりました日本ホットスイングスです。インタビュワー,ーの島みゆきです。よろしくお願いいたします。今回もコロナウイルス感染対策のためにマスクをつけさせていただきます。それでは佐藤圭司さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、佐藤圭司です。よろしくお願いします。 こんにちは,にちはよろしくお願いしますそれではまず自己紹介からお願いいたします、はいえー、レッドフォトギャラリーの佐藤啓司です、えー、とレッドフォトギャラリー、えー、設立して約5年なんですけども設立とそれから、えー、運営に参加をしています、えー、ここのメンバーになります 以前はメーカー系ギャラリーキャノンサロンですとかニコンサロンコニカミノルタフォトスペースなんかで展示をよくやってたんですけど最近はプレイス M それからレッドホットギャラリーの前身である M2 ギャラリーあるいは今ここのレッドホットギャラリーなんかで年に45回展示をするというようなサイクルで活動していますそれでは次に佐藤さんのですねこの写真との出会いのきっかけといいますか,なんか思い出などがございましたらお話しください。 えっと、もともとです、ねはい、一番最初カメラを持ったのが中学生の時なんですけども、はい、あの親父が持ってたカメラを勝手に持ち出して、はいでまあ、好きな女の子の写真を撮りたいと、はいでえー、写真を撮ったんですけど、ねはい、遠くから撮るんでもうこんなちびったんですよ。はいでも あの好きな女の子の写真欲しいなっていうね、うんまあ、ただそれだけでその一枚のためだけに写真を撮ったというのが一番最初です。えー、そうなんで,す、ね、<laughs> でまあ,あの高校へ入って僕はあの自転車にその頃ハはまってたんですけども。はい えー、自転車部がなかったんですね、はい、でじゃあ登山部に入ろうと、うん、で、えー、登山部の部室がですね廊下をまっすぐ行った突き当たりだったんですけどもその左手手前に写真部の部室があったんですね、うん、で登山部に入るにあたって綺麗な写真撮りたいなと、うん、写真部が隣にあるちょっと覗こうかなってドアを開けたのがまあ写真との出会いで、はいえー、そのまま写真部に入ってしまったと。 ででで結局登山部に入ってなないです。す <laughs> <laughs> あ、そうなんですね。<laughs> もしかして登山部に入ったらまた違う <laughs> 佐藤さんがいたかもしれないです、ね。<laughs> でその写真部というのはですね <laughs> 非常に安室だとか薬品庫だとか <laughs> 充実している学校だったんですね。<laughs> でまあ、えー、そんな中で写真と出会ったんですけどもえっとまあ5月ぐらいに。 で体育祭の時に速報写真っていうのを写真部がやるんですね撮影をしてフィルム現像をしてプリントして展示をするまで30分以内でやるすごい短い時間で2年生3年生が出る競技もあるんで1年生も完璧にそれをやらなきゃいけないとで4月に入って1月ちょっとぐらいの間にそれを叩き込まれるんですへえそうなんですねでまあそれでだいぶ技術は鍛えられました でまあそんな高校だったんでね、はい、あのそういう面では非常に技術的な部分ではで、ねうん、助かりましたね。三十分って本当にすぐですよね。そうなんです。でフィルムをねえっと自分で巻いて六、はいえー、コマ六コマ六、はい、コマのフィルムを作って、はい、でそれを <laughs> バッと現像して <laughs>、えー、まあ QW で水洗いして、はい、でプリントも濡れてるうちにこう 貼り付けるんですねで、まあ、そんなあの高校で写真を習って、うん、その後大学に入ったんですけども、はい、大学でも写真部に入りました、はいでえー、そこもですね入るのに、うんえー、あるノルマがありまして、うんえー、36枚撮りフィルム2本 2>、はい、まあ72枚分、うんえー、銀座の歩行者天国へ行って、うん、若い女性にちゃんと許諾を得て、えー、50ミ、mm、リレンズでバストショットで72人に撮ってこいと。 でそのべた焼きを、えー、2枚提出して初めて入部できるという、はい、すごいそんな,なんか入部テストみたいな <laughs> <laughs> でそれができないと入れないんですねでまあそこでもあのそういう意味では鍛えられましたそういうのがベースにあって、えー、写真をやってるんですけども、まあ、大学在学中に新聞社のカメラマンの仕事を、はい 一度やってたんですけれども、はい、その時は、えー、とスポーツ写真ですね、はい、野球の試合なんかを、えー、撮ってたんですうん、うん、でそれもフィルム時代あったんで、えー、撮りながら絵というのを書くんですね、はいあのー、例えば1コマ目が先制打の瞬間だとか、はい、30コマ目が、えー、決勝の三塁打の瞬間だとかっていうようなことを書きながら写真を撮らなきゃいけないと。はい <laughs> でえー、スポーツだからやっぱり瞬間瞬間を撮らなきゃいけないのと、ねうん、フィルムなんで今のディジタルみたいにバラバラ撮れないっていうのがあって <laughs> そこでもそういう意味ではあのシャャッターチャンスという意味で非常に鍛えられましたそうですよね、まあ、そういうのがベースにあって今あのストリートで瞬間の写真を撮るというのが出来上がってきたのかなと思いますうんそういうスポーツとかだと当本当,本当に一緒の瞬間瞬間でも見逃せないですから結構抑えるのも そのカメラ構えながらもその記録を取りながらっていうのは結構な何<う>でしょう修行じゃないですけど。<laughs> あのあ、ね、スポーツの場合はそのスポーツの流れの中で予測っていうのがあるじゃないですか。はい、あの例えば、えー、野球だったらカウントを見ながら次のカウントで。うん 次はストライク投げるよなとかねうん、うん、あるいはサッカーだったらこっからどっちへ展開するんだとかっていうようなそういう予測みたいなのが必要なんだけども、はいえー、ストリートでもこの人次にどっち行くんだろうっていう予測をしながら取るというのがありますね。うんうんうん シオトルエでの佐藤さんの中でルールなどはありますか えと僕は特にルールっていうのはないんですけども、はい、基本的に今デジタルでしか撮ってないんですねうん、うん、で先ほど言いましたようにフィルムはだいぶあのやり込んでて、えー、例えば千葉、えっと、クロームという、まあ、あのカラープリントをするのに手現像でやってたんです、はい、当時そのプロセッサーを買う金なんかなかったんでね手現像でやったんですけども30度プラスマイナス0.5度なんて手現像でキープできるわけじゃないんですね。<laughs> そうするとカララーバランスが ぐぐちゃぐちゃゃになって、えー、とてもまともなプリントができないとで、えーまあ、時代が変わっていってデジタルが出てきた1999年に200万画素のコンデジが10万円ぐらいで売られるようになってそれであ,あの時にできなかった千葉クローム、えー、今度はこのデジタルでコントロールできるんじゃないかと、えー、カラープリントがコントロールできるんじゃないかっていうふうに思ってそれでまあ、えー、フィルムは全部やめて。 すべてデジタルにその時に切り替えたんですね2000年になって300万画素のコンデジになったんですけどもまあ、はいえー、その300万画素のコンデジを使って、えー、キャノンサロンで個展を開きましたで、当時あのまだまだフィルムの時代だったんで今でこそねフィルム使う方はある程度覚悟が必要だったんですけども当時フィルム捨ててデジタルにするっていうのはこれ覚悟が必要だったんですけど <laughs>

ではまず今回の展示についてちょっとお話をお伺いしたいと思いますが何か制作のきっかけなどお話しいただければと思います。はい 今回はです、ね「太陽の沈まぬ国」というタイトルなんですけれども、えっと、スペインを撮った作品になりますスペインというのは昔そのコロンブス時代に世界中に領土があって、mm. 一日中どっかで日が出てると、mm. そういう意味で太陽が沈まぬ国と言われてたんですねで、まあ、その辺はあんまりこの写真とは関係ないんですけどもそもそもスペインに行こうと思ったきっかけがですね、mm. これを取ったのが、えっと、2019年だったんですけども、えー、2018年前の年にキュ、えーバに行ったんですね、はい、でキューバに行,った行くにあたってキューバっていうのは公用語がスペイン語だったんです、はい、で,でまあ海外行く時ってのは必ず言葉を三つ覚えていくんですけども「えーまあ、こんにちは」と「ありがとうと」とあともう一つが「ビールください」ですね。<laughs> <laughs> せっかくねスペイン語を覚えたんで <laughs>、はいえー、じゃあ今度はスペイン行こうというのがガチででそういうい理由でスペイン行きました今回の展示なんですけども僕はもともとスナップをする人間で街のスナップを撮って、えーまあ、展示をしてるんですけれども、はいまあ、コロナで、えー、なかなか皆さん 旅行行ったり海外はもちろん行けない状況なんで、えー、いつもはもっとガチガチのスナップを展示するんですけども今回はちょっと観光っぽい写真を入れて来た、えー、方にちょっと観光気分を味わってもらえたらななんていうそんな思いで、えー、ちょっとこう観光っぽい写真を入れてます。で,す、ね、であの以前ですね私の写真の大先輩の方が言ってた言葉があって。はい 写真はエンターテインメントであると、mm hmm. えー、来てくれた人を楽しませなきゃいけないっていうような話をしてくれたことがあって、ね mm hmm. それがちょっと頭の隅にあって、えー、来てくれた方をちょっと楽しみさせたいなという、mm hmm. そんなことでこういう展示にしました。Mm hmm. そううなんでですすね今回もスペインいうことといこし まあ日本国内も海外もですが、いろんなところを訪れていると思うんですけども、その中で印象深い場所ってございますか？キューバはね、もう一回行ってみたいなと思う場所ですね。Mm hmm. あのキューバ社会主義の国で、mm hmm. えー、まあ知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、mm hmm. あのまあ言ってみればシーラカンスみたいな街なわけですね。Mm hmm. 昔の古いのがそのまま残ってて、mm hmm. えー、クラシックカーみたいのが現役で走っているようなね、非常に面白い街で。 キューバやっぱりもう一回行ってみたいですね。やっぱ魅力がいっぱいそうですね。ただし食べ物は美味しくないです。そうですね。社会主義の国なんでね、みんなこう一律なんですよ。はいで、あの外資がちょこっと入ってて、外資のところはまあ若干ね美味しいところもあるんですけども、基本的にあんまり美味しくないです。そうなんでちょっとそこは残念な感じですかね。あのお土産なんかもね、ほとんど。 なくて。あ,えーね、あのお菓子なんかも、スーパーに入っても、同じものが。だーっとなる。<laughs> えー、その辺やっぱり社会主義の国だなという。うその中でも、美味しかったものとか。って何かありましたえっとね、ええー、お酒。お酒ですね。他に飲み物でね、はい、興味深かったのが、コーヒーなんですけども。はい、あのー。 まあ、いわゆるカフェに入ってコーヒーを頼んだらガラスの器にこう入ってきて、ね、で持ってきたウエイトさんが「ロンロン」って聞くんですよ。ロンってあのラム酒のことを「ロン」って言うんですけどね。えー、で,ねで「えこれコーヒーだよなな,なんでここでラムが出てくるんだ?」ってはてなマークをつけながら日本人的な曖昧な <laughs> <laughs> 曖昧な答えを「イエス」とか言ったら「ハバナクラブ」を持ってきてドボドボドボっ <laughs> <laughs> でそれがねまた結構美味しいで日本に帰ってきてからねやるようになっちゃいましたね <laughs> やみつきになりました、ね、<laughs> やみつきになりましたね。えー、被写体が変わるとなんか影響といいますか意識とか。 感覚とかかっって変わったりしますかえっと基本的に僕はねあのいろんなところを撮ってると言われるんですが、うん、あんまり変わんないんですね。うん、あの基本的に海外行っても、えー、言葉はさっき言ったみたいに「こんにちはとありがとうとビールください」しかわかんないんでまあ,あの撮影の時の武器というと、えー、笑顔とカメラとあと会釈をするだけというだけなんですね。うんうん そうすると大抵の人はにっくり笑ってくれてだといいですねもう大体国は言葉とかは海外に行くと通じませんけども笑顔でそういうふうにすると向こうから話しかけてくる人もいるんでねそうするとなんちゃって英語とね知ってる単語を並べるとかねそんな感じですね。 タイもあのたくさん行っててあのタイの人なんかもね非常にフレンドリーで、えーまあ、日本人かっていうとポーズとってくれたりとかいろいろやってくれたりとかサービス精神旺盛で結構なんかタイの人ってそういうなんか親しみやすさがあるようなイメージが、ね、そうですねあの僕電車に乗ってた時に、まあ、ボックスで。 こう四人掛けのボックスだったんですね。うん、で、意外と混んでて、通路側に僕、こう座ったんです。そしたら、えー、カメラ持ってたからね。隣に座ってたお兄ちゃんが、あ、うん、oh, カメラ持ってるの、うん、こっち来て、写真撮んなよって言って、席変わってくれたりとかね。えー、<laughs> 皆さん優しい。優しいですね。伊豆大島の自然とか、すごい寒い、お城とかられ。人がいないところ、疲れるじゃないですか。それも。 で <fate> すねオシュロなんかは基本的に人がいる気配があるような場所なんですけども以前ねある写真家の方がこんなことを言ったんですけども「人を撮るのは人そのものじゃなくて背景を撮るんだ」と言ったんですね。で背景っていうのはその人のバックボーンという意味とそれから物理的な背景といろんな意味が オショノの場合は完全にそ,のそこに人がいればそれで成立するただ人がいない背景だけを撮ってるっていうそんな写真なんですね。Mm hmm. 伊豆大島も、えーまあ、基本的には、えーまあ、人はいないんですけども撮り方もカメラも何にも変わらず、えー、いつもと同じようにただ、えー、カメラを向けてシャッターを切るだけという、まあ、そんな感じですね。Mm hmm. 変わらない あの佐藤さんがいらっしゃるわけです。まああの今のカメラ非常に性能がいいんで押せば映ります。<laughs> <laughs> ではその他に人物を撮ることなんかも教えていただきたいと思うんですけどもいかがでしょうか。まああのさっきもちょろっと話をしたんですが。はい 基本的に笑顔とあのカメラあのカメラをね隠すという行為をするとちょっと怪しい人に見られるんで、えー、いつもカメラはオープンの状態で撮ってます。えー、夜の歌舞伎町を撮ってた時があったんですけども、えー、その時にね一眼レフを構えてて、えーまあ、来る人を撮ってたんですね。で向こうからあの明らかに同伴で来てるおじさんがいたんです。ここれはっっちゃまずいよねと思ってカメラを一回こう ろしたんですね、そしたらそのおじさんがね「え、eh, 取ってくんないの?」<laughs> <laughs> <laughs> っていう感じでね、あのー、基本的に嫌な人っていうのは確かにいるんですけども。<laughs> <laughs> えー、撮っても全然 OK だよっていう人もたくさんいるんで,で、ね、たくさん撮ってるとねなんとなくそれが分かるんですねそれ、うん、で、あのーうん、嫌な人には僕はカメラ向けないことにしてるんで、うんえー、なので撮影しててトラブルになったことはほとんどないです、うん、まああのこうカメラをこうやって撮ってますよっていう状態にしてたらやっぱり嫌な人は避けるし、うんね、何撮ってんだよってこう睨む人もいるから、うん、そういう人ももう。 それではカメラについてもお話をお聞きしたいと思うんですけれどもお気に入りの機種などはございますかえと今ほとんどデジタルカメラなんですけれども、はい、今回この撮影で使ったのは、はい、えとこのカメラなんですね。うんえー、基本的に 1>,、はい、あの1台で撮って、はい、でズームレンズ1本であの旅の時ってやっぱり荷物を 大きくくしたくないんでな、ね mm hmm. なるべくシンプルな形で撮ってます、mm hmm. でこれマイクロフォーサーズのミラーレスなんですけども、mm hmm. 僕はマイクロフォーサーズ使うことがまあまあ多くてあの理由としてはセンサーサイズが若干小さめなんでね被写界振動が深く撮れるんですね、mm hmm. でストリート撮るときはやっぱり動いてる人とかが多いんで あのー、ピントが合、まあ、いやすいそれからレンズが小型のレンズが使えるっていうので、まあ、これを使ってスペインを撮りました思い出のカメラっていうと一台だけあるんですけれども、あのー、フィルムのカメラでニコンの FE という、えー、もうすごく昔のカメラなんですけどね、えー 大学を卒卒業業してて旅行ののの時に、はい、そのニコンの FE を持っったんですよ、うん、でその時に僕レンズをあんまり持ってなかったんで、うん、友達に7200だったかなのズームレンズを借りてったんですね、うん、でそれでまあずっとこう撮ってたとである時ね海岸かなんかで岩場でね、うん、カメラ落っことしちゃったんですよ、うん、でガツンと落として、えー、とこの接眼レンズのところから落っこって接、はい、眼レンズが割れて えー、そこがちょっと凹んだんですね。で、そこから落ちたんで、レンズの方は無事では良 <laughs> か, <laughs> かったと <laughs> った <laughs> で落っことしちったもんだから、はい、で、カメラも1台しかないから、ああ参ったなと思って。もうそろそろ巻き上げたんです。はい、そしたら巻き上がったんですね。で構えてシャッター切った切れたんですよ。はい それで数枚撮ってあ大丈夫だ全部大丈夫だと思ってそれ、uh huh. でまあその旅行の最中ずーっとそのカメラを使って撮りました、uh huh. で東京帰ってきて、uh huh. えー、やっぱり落としちゃったんでねニコンのサービスセンターへ持ってったんですね、uh huh. でサービスセンター持って実はこれ落っこちちゃってってグッて動かした瞬間に壊れたんですええそうだったんですねでまあニコン神話とかね昔よく言われましたけども、uh huh. なんか 機械なんでね、魂はないんだけど、はい、まるで魂があるかのような動きをしたんで、でね、あのそのカメラは捨てられずに今でも大事に撮ってあります。すごい思い出深い機種になりましたね。<laughs> 今のデジタルカメラで何かありますか？えっと僕このパナソニックのミドルレスを時々こう使う理由っていうのが、あのタイなんかでね、はい、夜の街に入ってって撮ったりするときに。<laughs> 全オフがでできるんですよ全オフっていうのは、えー、とスイッチが入っててもスイッチが入ってないような状態に見えるようなあの液晶フファインダーを全部オフにしたりとかってこそれでまあそういう形で撮っとくとあ,のあんまりこう目立たない、うんえー、夜やっぱりここが明るいとね目立つんで、まあ、そういう意味で、えー、こういうカメラをよく使って撮ってます。うん 夜も結構太陽明るさとかそのブレっていうんですかねその辺も全然賄える範囲なかいや、えーとね、一応手ぶれ補正は入ってるんだけども、うん、やっぱりものすごく暗いところは厳しいですね、うん、であのブレないようにするコツはあるんですけどもてください。<laughs> やっぱり、ね、あのこうよく言われるのは、はい、一眼レフだと脇締めて取れとかっていうんですけど、はい、ミラーレスの場合はね首からかけてね、はいあの

ももうそろそろろで1年も経ったのかなコロナ禍っていうことなんですけどもそのコロナ禍の中で記録として佐藤さんの写真活動とかで影響を受けたことはございますかいや,あのやっぱりね写真撮れないですね。去年の 撮影枚数は通常の年の大体半分ぐらいしか撮れてないです、mm hmm. で、えー、過去にね撮れなかったのを振り返るとねやっぱり2011年の震災の年だったんですね、mm hmm. であの年はやっぱり全然撮れなかったですね、mm hmm. で同じように去年2020年も撮れなくて、mm hmm. で街に,に出てもね面白い人がいないんですね。Mm hmm. で面白い人っていうのはあのやっぱり面白いことをしようと思って街に出てくるんだけれどもこういうコロナにおいてあの不謹慎じじゃゃななないいいかかととうことで多分自重してんじゃないかなとで街に出てっても普通の人というか真面目な人というか、まあ、あの不謹慎にならないようにあの感染させないようにみたいなあの気を使いながら街に出てる人の方が圧倒的に多いと思うんでそういう面では。 面人がね本と減りましたからね,ね街の中でそれあとはそんなにこの写真を撮る以外で何か,あ,か、ね、あと圧倒的にその、うん、できなかったのは旅ができないということですね,ですねあのいろんなとこへ行って写真を撮るっていうのは、うん、僕のスタイルだったんでうん、うん、そういう面ではあのほとんど、えー、外に出ることができなかったというのが、うん、大きいですね,そうですね行動範囲がちょっと狭くなりますよね。ねうん それではあの今回この視聴者へのメッセージをお伺いしたいと思うんですけども今回コロナ禍っていうことで何かしたいけど何もできないっていう方々にメッセージがあればお願いいたします。えっとまあ僕もあんまり偉そうなこと言えないんであの困っちゃうんですけどもあの、まあ、基本的にねあの言い方はシンプルなんですけどもやりたいことをやればいいんじゃないっていうことなんですけどね。あのでも そう言ってもできないから聞きたいんだよっていう人の方が多分多いのかなと思うんですね。でじゃあなぜできないのか、えー、何が障害なのかっていうのねなぜなぜなぜっていうふうに、えー、繰り返していってその,あの障害を一つずつ取り除いていくとねあのやりたいことができるんじゃないかな、えー、自分のあるべき姿みたいなものがあってね、えー、なぜそれができないのか。例えば お暇がないからだとか、うんえー、まあ、いろんな理由があるんだけども、はい、じゃあなぜ暇がないのか、うんえー、いや普段は仕事してるから、うんえー、じゃあなぜ仕事をするのかお金が欲しいからと、まあそうやってどん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 やっていくとね、えー、どん詰まりになってくるんだけども <laughs> <laughs> でもまあ、あのー、障害が あるからやりたいことができないわけなんでね、mm hmm. えー、その障害を一つずつ取り除くあるいはどうしても取り除けないものであれば、mm hmm. それを迂回するような方法を考えるとかね、mm hmm. えー、その障害を明確化することによって、えー、他の方法を考えたりすることができるんじゃないのかなという気がしますね。僕、mm hmm. 実はフィルムをやってたと、mm hmm. た時期があるんです、mm hmm. 10年ちょっとぐらいブランクがあるんです、はい、そうなんですかでそれはやっぱり時間がなかった、はい、で、えっと、例えばプリントをする引き延ばしをするのにね、はい 1>, えー、1枚プリントして終わりってことはありえないんですね暗室、うん、に入るとやっぱり5時間6時間時間をかけないといけないうん、うん、でまあそれができなかったんで、えー、写真ができなかったでところがデジタルが出てきて、えー、デジタルの場合1枚プリントして今日は終わりっていうのはできるんですねうん、うん だからそのできないあの道具じゃなくてできる道具を見つけるっていうのも一つの方法なのかなと。ほん,うん、うん、もう本当に一つ一つクリアにしてって自問自答じゃないですけどもな、ね、りながらあとはもうその方法を探し出す,です、ね、そうでっていうことでしょううね。うんうん それでは最後に今後の展望と予定を教えてく次がですね3月の下旬からやはり同じこのレッドフォトギャラリーで展示を予定しています <laughs> でタイトルが、えー「豚の骨をかみ砕けと、ね」というす豚の骨をかみ砕け」です。<laughs> これどういう意味かというと豚の骨って豚骨のスープを取ったりしますよねある料理人の方が言ってたんですけども豚骨のスープを取った後ね豚の骨っていうのはまだまだ中にコラーゲンが残ってると中をね砕くとまだまだ美味しいエキスがいっぱい出てくるんだよって話をしてたんですねでこのコロナ禍においてあんまり写真が撮れてないと。自分を見直す そうとかっていう人は多分多かったと思うんですけども、えー、僕も自分の写真をちょっと見直してみたんですね。で、えー、その中で、えー、まあ、答えは自分の中にあると。で、えー、豚の骨を噛み砕くように自分の写真を噛み砕いてみようという発想で、えー、次の作品は、えー、まあ、今まで撮った中から。<laughs> Uh, そういったものをチョイス実は今まで展示してたものってのは全部取り下ろしで必ず新作を出してたんですけども、mm hmm. えー、3月にその展示するやつは、えー、取り下ろしというよりは既、えー、に取った中からチョイスして、mm hmm. まあ、全てまあそうなんですけども、mm hmm. えー、まあ 今まで発表してないものではあるんだけども、古いものからチ抽スをして、えそれを出すというようなことを予定しています。すごい美味しいエキスがいっぱい詰まったような写真展に <laughs> なりそうですね。あのー、<laughs> 油でギトギトにならなければいいなと。<laughs> <laughs> それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。